卓球全能カップ大阪大会26日アスエアリーナ大阪来年のパリ五リンシングルス代表の選考対象大会として行われ女子の張本美和木下アカデミーが4対2で選考レース首位を独走する日本のエース早田ひな日本生命イコール北九州市出身イコールを破って優勝を飾ったこれまで幾度も挑戦を跳ね返してきた早田も成長著しい長本美を 思い切ったプレーっていうのがすごくあって、力もある。質も高くてコースも厳しい。私は抜かれるというか、負けるのは時間の問題だなっていつも思っていたので、この負けには全然びっくりしてない、と称えた。写真、天才卓球少女、小6愛ちゃんのスマッシュ一方で、自身も代表選出が確実なライカのパリ五輪で目指している金メダルなどに向けて、新たな卓球スタイルを構築中だ。 今回の選考会でも試行錯誤を重ねながら準優勝と高い実力を示した形で、ここからさらに自分自身が張本選手にまたチャレンジしていく気持ちでまた頑張っていかないといけない。中国代表の選手にもやっぱり同じように戦っていかないといけない。すごくいい刺激になっている、とエースは今後に向けてのモチベーションをより一層得られた様子だった。 1> 第1セットは早田の強いバックハンドが効果的に決まって11対7で選手に成功。第2、3セットは勢いのある長本の強烈なショットが冴えて練習した。第4セットは早田が途中でサーブに変更を加えるなど優位に立ち最後はもつれたが12-10で取り切った。ゼリアイが続いた第5セットは最後は長本身が取り切り再びリードを奪った。 第6セットも点の取り合う展開だったが超本味が押し切った。